富田川の大うなぎ生息地、濁り淵、2019年8月12日撮影。富田川の大うなぎ生息地とは、和歌山県南西部を流れる富田川の川口から上流方向へ約 18km までの水域にわたる、国の天然記念物に指定された大うなぎの生息地である。大うなぎは、うなぎ目うなぎかうなぎ属に属する魚であり、 学名アンギラ・マーマラータ、クア・ンド・ゲイマード、1824、標準和名は、オオウナギである。ウナギ化魚類は世界に19の種とアッシュが確認されており、日本国内には3種が自然分布している。その一種であるオオウナギは、熱帯性の魚類であり、日本国内ではヤクシマ、薬島、種子島以南に多く生息し、沖縄では、ウナギよりも多く生息しているが、 本州、四国、九州では、生息数が少なく、トネガは川口以南の太平洋沿岸、長崎県以南の東、シナ海沿岸に生息地が分散して点在しており、それぞれ国、県、市町村単位の天然記念物に指定されている。これら生息地の内国の天然記念物に指定されているのは、徳島県甘郡海洋町の母船水域、長崎県長崎市、 カバ島の共同井戸、そして本校で開設する和歌山県戸田川水域の3県のみであり、3県とも1923年3月7日に国の天然記念物に指定された。富田川の大うなぎ生息地和歌山市戸田川の大うなぎ生息地の一二川流域の紀南地方と呼ばれる紀伊半島南部一帯は富田川以外にも大うなぎが生息する河川がある。 ことが昔から知られており、中でも和歌山県南東部を流れる小座川に生息する大うなぎには多くの記録や文献が残されている。1689年に書かれた熊野独三期の小座村の記述中にある、この一節が、避難地方での大うなぎを記した最も古いものと考えられており、その後、紀州藩の本草学者である小原桃堂が江戸時代後期に書いた、 魚プの記述ではこのように具体的な大きさが記されており、その当時に全長1.8から2.1メートル、胴回り60センチほどの大型個体が生息していた様子がわかる。また、小原の弟子であるアゼタ水山が1827年に記した水族史では次のように記されている。さらに、 津藩藩市で朱子学者の斉藤節道が紀伊半島を一周した気候記録をまとめた1860年の南阿蘇市の中でも小沢川流域で巨大なウナギが網で捕獲される様子を聞いた内容が記されており小沢川周辺の大ウナギは古くより知られていたと考えられているその一方で富田川の大ウナギに関する江戸記の記録は見られず記録として現れ始めるのは 明治期に入ってからで1889年8月に発生した大水害による激しい水流により富田川の下流域に複数の深い淵が作られたことで大うなぎが生息し始めたと考えられている。明治から大正の当時は大うなぎの巨体の群れを川岸から見ることができ昭和の初め頃まで戸田川下流域では大うなぎが多数生息していたという。 富田川上流の山間部入り口付近に位置する鮎川地区には大正末期から昭和初期頃に起こったとある大うなぎに関する逸話が残されている。ある日、鮎川村の村人が村の上流部にあたる北群地区からわらびお橋あたりの富田川沿いを歩いていると川の中に今までに見たことのない巨大なうなぎを見つけたため急いで村人を呼びに行き、 温泉宿から茅を5畳用意して、村人たちは、大うなぎを捕獲した。水槽に入れた大うなぎを前に、村人たちは、このまま水槽で買を、川へ戻そう、料理して、大勢で食べようと、この大うなぎをどうするか相談をしたが、このような珍しいものを、大勢の人に見てもらってはどうか、という意見にまとまり、見せ物にして、夜店を出すことに決まった。 早速、大うなぎは馬車の乗せられて運ばれ、田辺の大浜通りで、夜店が開かれたが、大うなぎは大変な人気となり大勢の人が夜店を訪れた。たくさん儲かった村人たちは、次は、日高の五房で夜店を張ろうと考え、当時は田辺まで鉄道が開通していなかったため、大うなぎを船に積んで五房へ運び夜店を開くと、五房では田辺以上に人が集まって、 大繁盛となり大変な儲けとなった。すでに唐の大うなぎは、疲れ果て食欲もなくなっていたが、お金に目を奪われた村人たちは、今度は、和歌山へ、その次は、大阪へと考え、和歌山へ着いた村人たちは、田辺や御坊で儲けたお金を使い、和歌山での夜店を開く前祝いと称して、夜通しのめややの大騒ぎをして儲けたお金を、散財した。宿に戻った村人が、 大うなぎの様子を見ると、すでに腹部を上にして、大うなぎは、死んでしまっていた。和歌山での夜店も開けず、金儲けのあても外れた村人たちは、落胆するとともに、自分たちの行動を反省し、大うなぎに対する申し訳ない気持ちと、お金に目がくらんだ自分たちを恥じ、人間の本当の幸せとは、何だったのか、村人たちは深く考えあったという。この大うなぎは、その後、 相川地区で旅館を経営していた佐々木家に白製として保管され、1936年6月に相川を訪れた東国の宮都市彦に披露されたという。当時の記録には全長6尺3寸、重量5巻600問目とあり、これは日本国内で確認された大うなぎの中でも最大級のものであり、この白星は2009年所有者の佐々木家から、 田辺市大東公民館へ寄贈され、田辺市教育委員会によって大切に保管されている。濁り口にある昭和11年10月に混流された天然記念物指定石碑。2019年8月12日撮影。大うなぎは日本うなぎと異なり、焼いてもまずく、食用にされることはなかったが、 富田川では、その珍しさから前述した、相川地区でのエピソードのように捕獲されることも多く、あった。また、脂質の多い大ギの川は、家を建てるときに、柱の下に敷くと、白有余けになるため利用されたり、場合によっては肥料にされたりと乱獲が行われた。それに加え、経年経過による土砂等の堆積によって、大ギの住む淵が浅瀬になるなど生息域環境の、 変化もあり、大うなぎは、急速に減少し始めた。そのような状況に、危機感を持った地元の研究者のウイヌイゾうは、富田川流域の人々に、大うなぎ保護への理解を求める行動を起こした。ウイは1878年に、西室郡岩田村に生まれ、和歌山市藩学校を卒業し、和歌山県内の小学校教師を歴任した後、 田辺高等女学校教師として在籍中の1921年に大うなぎの保護活動を始めた。ウイは教師の傍ら魚類や植物の研究を行い、方熊楠や牧野富太郎とも親交があった人物で和歌山の魚類を初めて系統立てて分類網羅した奇襲オプの著者でもある。この著者の中でウイは近年川床はますます生まれて、 大ウナギなどの住むべき場所は年一年と狭まりつつあると述べている。台湾の国立聖火大学で飼育されている大ウナギ。ういは、一般の人々に保護を求める一方、県に対しても保護対策を願い出るなど、大ウナギの保護活動に尽力し、このことが大きな原動力となって富田川の一部である。三つ、石の淵、濁り淵、引岩の淵の三カ所の淵が、 大うなぎの生息地として1923年3月7日に国の天然記念物に指定された。しかし、この3箇所の淵は互いに隣接した狭い水域であり、大うなぎの保護には不十分であるため、より広い範囲にわたる水域の保護が求められ、1935年5月15日に富田川の川口から西室郡クリス川村と、 道具にあゆかわ村の境界までの約1 8トルの範囲が追加指定された。ういが教鞭を取った現、和歌山県立田辺高等学校には古くから大うなぎの剥製が所蔵されていたが、ラベル等の記載がなく来歴が不明であった。しかし近年発見された資料によって、1922年に旧大東村笠松地区で捕獲された大うなぎが剥製にされ、 田辺高等女学校へ寄贈されたものであることが判明した。同校に当時在職していたウイが、距類の専門家として、名前が通っていたことから、同校へ白星が寄贈されたものと考えられている。最初に指定された3つの縁周辺の空中写真。南北方向に、規制自動車道の橋梁がかけられている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大ウナギの生息地として、その流路のうち、約18キロメートルが、国の天然記念物に指定されている富田川は、和歌山県と奈良県の県境に位置する、はてなし山脈を水源とし、白浜町の富田地区で、太平洋に注ぐ延長46.0キロメートルの二級河川で、同県の二級河川では唯一ダムのない河川である。 大ウナギ生息地として、最初に、国の天然記念物に指定された三つ石、濁り、引き岩の3カ所の淵にほど近い19淵では、1930年の渇水の際、毎日十数匹が水面に現れ見物人で賑わうなど、富田川は、大ウナギが多数生息していたが、昭和30年代頃から始まった、護岸工事や生活排水の流入、 上流域での森林開発なども加わり、生息環境が大きく変わり始めた。大ウナギは地元では、カニクイとも呼ばれるように、ベンケイガニやモクズガニなどの甲殻類を好んで食べ、アユや、オイカワ等のカワウオ、ユスリカや、カゲロウ等の水生昆虫、さらに淡水性のカイやカエルに至るまで様々な生物を餌としており、富田川水系生態系の頂点捕食者である。 大ウナギが生息するためには、様々な生物にとっても住みやすい環境が必要である。国の天然記念物に指定された富田川の水域では、1985年に見つかった体長1.3メートルの大ウナギ以降、1メートルをコスコ体は確認されておらず、また文化財保護法によって指定域での捕獲は禁じられている。 富田川を含む紀伊半島南部では普通のうなぎ漁などで時折見つかり死亡した大型の大ウナギを白製や標本にしたり、また指定域以外で捕獲された個体が和歌山県立自然博物館に持ち込まれ飼育や研究の対象になっている。前述した田辺高等学校や大東公民館の白製のような標本は複数存在しており、1922年11月に 旧大東村の高越の富田川で捕獲された全長145センチ、重量8.6キログラムの大型個体は白製にされ、原場編士立相川小学校に保存されている。また、1971年1月には、紀勢本線紀伊ト大地近くの富田川に架か,かる富田橋の上流で、品種の状態の大ウナギが浮いているのが発見され、同駅駅員によって捉らえられた。 この大うなぎは体長1 5 1 2トル、体重1 0 5キログラム、胴回り3 7 1センチメートルもあり、その後しばらくの間、木と大木改札口の横にホルマリン付けにされ、展示されていた。和歌山県内を流れる複数の河川では、川口近くを中心に、大うなぎの生息が確認されているが、2007年9月30日には、 川口から遠く離れた田辺市元宮町渡瀬の四村川で、あゆ漁で仕掛けた柳、に全長136センチ、体重8.2キログラムの大型個体がかかった。四村川は熊野川の支流の一つで捕獲された渡瀬地区は新宮市の熊野川河口から41.2キロメートル上流に位置し、かなり上流にも大型個体が生息していることが分かった。 また、1メートルを超す大型個体は1986年に、那智勝浦町の大田川で捕獲された、全長159センチメートルの個体以来21年ぶりであった。この他にも潮の岬に近い紀伊半島最南端の串本町の側溝に住む個体や、南部町の南部川や稲美町の切目川などで生息が確認され、2014年2月12日には、 道県北部の海南市下津町を流れる小原川で体長1メートル、重さ3.2キロの大型個体が捕獲されるなど、和歌山県内では散発的に生息が確認されているが、国の天然記念物に指定されている富田川での生息確認事例は減少している。また、最初に天然記念物に指定された3カ所の縁付近の富田川に、 規制自動車道の橋梁がかけられることになり、国土交通省近畿地方整備局機南下線、国道事務所により2009年1月から3月に、かけ、生息状況及び、生息環境の調査が実施された。調査は三津石の淵のすぐ上流の富田川に架かる、白鷺橋から、下流方向へ約1キロメートルの範囲で実施され、大鰻の巣穴や、低生生物、付着藻類、 提出が調査される過程で、通常のウナギとは、特徴が若干異なる一匹の個体が採集された。しかしこの個体は、全長約9センチメートルと小さく判別が困難で、あったため、和歌山県立自然博物館に同定を依頼した、結果、大ウナギの幼魚であることが判明し、わずかではあるが、富田川で大ウナギが生育していることが確認された。紀南河川国道事務所では、 生息地の保全対策について、文化庁との協議や、専門家らを交えた、環境保全対策の検討を重ね、指定地を渡過する区間の上富田インターチェンジから南紀白浜インターチェンジ間は2015年7月12日に、共用が開始された。和歌山県が作成した、レッドデータブックによれば、和歌山県内に生息する、大うなぎは、 富田川の生息地に限らず純絶滅危惧種にカテゴライズされ保護監視の対象とされている。ありがとうございます。